さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ朝です。今日のイカライフ動画はこちらの車両ですよ。これ憧れる方いません？あの輸入車乗ってる方でこれ結構高いワドメですよ。こういう高いワドメにフロントから無造作にポンって止めれるって結構幸せですよね。こういう日本車だと全然こういうの対応してくれてるんですけど、輸入車って意外とこういったところ考えてくれてなくて、そのまま前駐車でボンって入ったはいいんですけど、出る時にバンパーが引っかかっちゃって強引に出たらバンパー取れちゃったっていうの一回あったので、僕すっごいトラウマなんですけども、こういう高いワドメに前から駐車できるってやっぱ本当幸せですよ。さあメーカーはメルセデスベンツです。もうこれなんとなくわかると思いますっていうか、もう題目出てますもんね。はい、今回は C クラスのオールテレインモデルになります。 C220D フォーマティックオールテレインですね。先日もう C220D のステーションワゴンはもうお伝えしてますので、細かくはそちらをちょっと見ていただければ幸いです。もう内装とかはもう基本それに準ずると思ってください。でボディサイズもとっても似ているんですけれども、ボディサイズはこれで4760です。これでそれでいうとステーションワゴンよりも5ミリだけちょっと長いんですけれども、この後ろ回りとかの衣装が関係しておりますよ。後でちょっとお見せしますので。で幅としては1840です。これ C クラスのステーションワゴンと比べると、これやっぱオールテレインの象徴ですよ。この樹脂パーツですね、ボディを保護するような、ちょっと木立ちのあるところで枝が少しはみ出てたりした時に、いやボディ当たるな、だからそういったところのちょっとニュアンスはおかしいな、まあ泥跳ねとかだろうな、メインとしては。僕 いまいちね、これがオールテレインのまあ象徴とかでよくありますけれども、これが本当にどういう場面で有効なのかって。でもここがカラードさ、ここはわかりますよ。ここカラードされてると泥跳ねとかでどんどん塗装がやられちゃうので、ここは樹脂の方がいいと思います。ここも跳ねるのかな、もしかしたら。ちょっとあんまりでもここに僕泥が跳ねてるとかってあんま経験がないので、泥道走っても、まあでもまあオールテレインの象徴として、まあこの樹脂パーツがぐるっと一周回ってる形で前から後ろまでつながっております。で話がそれちゃいましたけど、高さは1495です。なので40ミリ前高は上がりました。で知りたいのはやっぱオールテレイン、あのアクティブにやっぱ動く方、雪道とかも動く方で、さらにはフォーマティックを求める方、要は四輪駆動です要は四輪駆動を C クラスのステーションワゴンでって言った時に、自然とこのオールテレインになってしまうので、だからまあその時に必要ですよね。最低地上高150ミリです。逆に言えば通常の C クラスのステーションワゴンは最低地上高110ミリです。110ミリって意外と小さいですよね、少ないですよね。だからオールテレイン150で、まあ必要最小限かなみたいな、あのそういう雪道とかタフなところ、北海道とかの今年の札幌のあの除雪の仕方とかだと、もう150とか200あっても足んないぐらいですもんね。で、はい、後ろももうこの部分樹脂ですよ。でアクセントでクロームの加色があるので、結構この僕は見た目好きですけどね。このちょっと武骨感もありながら、ちょっとおしゃれも忘れてないみたいな。あ、ちなみにライトも照らしてあるので今わかると思います。後ろから見た時にこういうスタイルです、ライトは。でホイールベースとしては2865あります。もうここはステーションワゴンと完全一緒です。これで車両重量は 1.9 トンあります。価格はっていうのが一番気になりますよね。価格はオールテレインはやっぱり四輪駆動にもなりますし、まあ付加価値を持ってるじゃないですか。なのでまあそうすると多少高くなるのはしょうがないですよね。でもその多少がまあ価値観によって納得できるかどうかっていうあたりですけど、僕はこの毎駐車できるところに対しては10万円払いますみたいな、まあそれはまあ置いといて、まあ90万円アップですね。まあなので796万円の車両になります。こちらもちろんそこにオプションとかが入っていきます。まあどういうオプションがついてるのっていうと、実はこのレッドのペイント、ヒアシンスレッドですね、これも実はあのもうオプションメタリックのペイントなので、だからこれでも21万7000円を払うような形になりますね。フェンダーも樹脂でできており、でそこからフロントのこのアンダーの部分のここまでつながるんですよ、フロント。でそこからまたクローム加色がナンバーの下につながるっていう形で、まあこれでもいいんじゃないですか。でまあアバンギャルドの顔ではないノーマルの顔ですけれども、なんかこの武骨感が漂う感じととってもとっても調和してるんじゃないでしょうかね。これはこれで僕かっこいいと思います。でちなみにエンジンですけれども、もうエンジンは1種類のみですよ。このオールテレインは四輪駆動に組み合わされるのも1種類のみっていう言い方にもなるかもしれないですけど、でそもそも C クラスのステーションワゴンは 1.5 リッターのガソリン
ターボエンジンで C180 と C200 がありますけども、でさらに2リッターのディーゼルモデルが C220D であるんですけど、こちらは2リッターのディーゼルで4輪駆動になるっていう形ですね。急速オートマになります。出力は200馬力ですね。トルクは440ニュートン。もちろんこれ電動のあの ISG が入っております。なのでエンジンがあってやっぱ見せろって話ですね。さあエンジンオープン。さあもう最初から見せておけばよかったですね。はい、すいません。200馬力の440ニュートン発生する2リッターのディーゼルエンジンです。ここに急速の、トランスミッションが組み合わされております。もともとは FR ですので、メインの出力軸としては後ろ伸びてますけども、フロントに戻してあげてフロントタイヤも駆動するっていうフォーマティック方式になっております。でそのトランスミッションとエンジンの間に18馬力208ニュートンを発生するモーターが入っているっていうマイルドハイブリッド方式になりますね。マイルドハイブリッドってもうね、言っていいのかどうかっていう話ですけど、208ニュートンもあるので、でも馬力は18馬力しかないですからね、まだまあマイルドハイブリッドっていう言い方になるんだろうな。まあ 48V 電源を使って稼働をしております。さあじゃあ室内行こうと思ったんですけど、ここねちょっと塵が合ってないんですよ。このフロントのフェンダーの部分とこのボンネットのライン、これ分かります？ちょっとねこれ角があるんですよ。これたまにこういうのメルセデスありますよね。マナオさんが前乗ってた E クラスも意外とチリが合ってないところありましたし、こっちもちょっと合ってないんですよ。もう映像でもちょっとわかりますよね。これ少し気になるところ。まあなので、まあ、C クラスのステーションワゴンとか、まあこのオールテレインを買われた方が、なんかこれチリ合ってないんだけどって、多分ね、それはもう元々合ってないんです。皆さんの車だけが合ってないとかではないので、まあ一応そういった部分もお伝えしておこうかなと思います。で、はい、後ろ。まあ、この辺りはステーションワゴンと完全一緒ですので、僕、ステーションワゴンかなり力入れて時間かけてやったので、もうそちらを見てください。かなり使いやすいです。で、はい、リアシート。リアシートも一緒なので、もう今日は省略しましょう。このまま走りに行っちゃいましょう。あ、その前にね、唯一、ちょっとオールテレインならではっていうのがあるんですよ。はい、乗り込みました。ここが違うんですよ。走行モード切り替えあるじゃないですか。で、インディビデュアルからスポーツ、コンフォート、エコですね。エコノミー、エコ。はい。エコがあって、これ。これオフロードモード。で、まあそうするとエンジンとかサンドモードって捉えてもらうといいかと思います。だからぬかるみとか、そういうグリップケースの低いところとかを走るような感じです。でも空転しながらでも前に進まないといけない。まあそういった時用のオフロードの EPS モードですね。横滑り防止装置も専用のモードがあります。で、さらにこれ、ロックモードがあります。オフロードですね。45キロまでできるっていう。で、ロックモードで、だから EPS もオフロードプラスになりますので、一番ハードな形ですね。で、そうすると車両の角度であるとか、今はちょっと前傾マイナス1度で今止まってるんですね。まあこういうのも出てきます。まあこのオフロードモードとオフロードプラスのモードが、まあ追加設定されているのがこのオールテレインの専用の味付けっていうところで捉えていただくといいかと思います。これオフロードモードから通常の走行モードに戻すと、はい、DSR がこれ切れたりするので、なのでその音ですね。 DSR ってここに出てますけども、はい、下る時の速度設定ですね。今は6って、これ速度設定が6キロだって話だっけな。ちょっとそこがね、今これね、設定がどこでできるのかわからないんですよ。もしかしたらパドルでできんのかな。違うな。ちょっとこれ分かる方いたらちょっと教えてください。その設定が見つからないんですよ。なのでこれ DSR って下る時のレベル設定だと思うので、速度なのかレベルなのか、6キロで下るっていう6かな。だから選択は、任意選択はできないのかもしれないですね。ちょっとここが情報が今ないです。すいません。サポートしていただければ幸いです。久々に言いますけど、みんなで仕上げよう、いいカライフ動画って感じです。すいません、他力本願でいつも。でも元々そうだったんですよ、いいカライフ動画。なんかこんなに登録者が増えちゃって大変な感じはあるんですけれども、もともとはそういう手作りで、コメントも含めていいかライフ動画完成ってずっと言ってましたので、じゃあ走っていきましょうか。あとはもう基本全部一緒ですね。もう C クラスの他のモデルと一緒ですので、省略させていただければと思います。詳しく知りたいっていう方は、先日挙げた C クラスのステーションワゴンの 220D の動画を見てください。でもあちら AMG ラインがついてたから、これだ。
これが違うんですよ、ハンドル。これがノーマルのハンドルです。あちら AMG ラインだったから、あの2本スポークですよね。4本スポークハンドリングが AMG のスポーツステアリングついてたので、ちょっとここは形状違いますね。あとこの車でオプションとして選ばれてるのは、もうレザーパッケージぐらいですね。これエクスクルーシブのあのレザーパッケージを選ぶと、必然的にこのスライディングルーフもついてきます。スライディングルーフ開けましょうか。はい。まあ、これもついてきて、革シートとこれがセットで、5万円ぐらいの、はい、価格でしたね。で、完全開けることもできます。なので、もう、内側だけではなくて、もう完全オープン形式になります。あ、ここで止まる。もう一段、あ、もう一段行かないんだ。残念。そっか、もっと大きく開けばと思ったけども。はい。まあ、これも、でも、オールテレインだったらこれ選びたいですよね。アクティブな、まあ旅行とかするときに、やっぱりね、空が見えるって気持ちいいですよ。じゃあ、スタートしていきましょう。試乗開始です。さあ、行きましょう。オールテレインの試乗ですけれども、C220D、まあ乗ったばかりですので、ステーションワゴンを、それの、まあ車高アップバージョンで、で、さらには四輪駆動モデルっていうところなので、まあ車高が上がったことでぐらつきが出んのかどうかとか、で、あとは四輪駆動になってどうなのっていうあたりを、まあ、フォーカス当ててちょっと、試乗していきたいなと。で、まあ偶然にも、ホイールサイズもですね、18インチで、先日の C220D はあれ、AMGラインなので18インチ入ってたんですね。でも同じ18インチでも AMG ラインは扁平率違くて、リアタイヤベースで言うと245の40なんですけど、でこちらは245の45なので、ちょっと18インチでもちょっと扁平率も違いますけど、まあそのあたりも加味しながらちょっと乗り味の違いとか行きたいなとも思います。でもう最初にどんどん言ってしまうと、もうここまで結構ね、走ってます、この車。なので、もう別に乗らなくても、もう全部ここで完結できるぐらい全部言えるんですけれども、ちょっとシチュエーションを再現しながらという形で、まずブレーキタッチがね、結構センシティブです、これ。突然パクって効くような感触。だから、重量が増したからかわかんないですけど、C220D、ここまでセンシティブな感じはなかったんですけど、もしかしたら重量増に対するなんかパッド変えるとかあんのかな。でもまあなんとなくそのぐらいセンシティブで、そのセンシティブをちょっといろいろ見てた時に、もしかしたらこれブレーキパッドじゃなくて、これね、シフト変速最後クン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 していくんですよ。そのシフト変速で2速か1速に入った時の、もしかしたらショックというか減速率の違いがちょっとそういう感触を生み出してる可能性もちょっとあるなっていう。なんかね、そこは再現性ちょっとないんですよ。でも何にせよブレーキタッチに対してかなりセンシティブです。だから相当滑らかというか、待つぐらいな感触、足乗っけて待つぐらいな感触でいるのがいいのかなと。あとはね、フロントがやっぱまあもちろんですけども、結構グイグイ引っ張ってくれる感触も深くアクセルを踏んだ時にはあって、そのあたりはあの姿勢変化も少なくて好印象でございます。まあこれは FR 系の四輪駆動を結構みんなが持ってるような特性ですかね。アクセル踏んだ時の姿勢変化の少なさ。でもやっぱちょっとディーゼルどうだろうな。 C220D のステーションワゴンでもちょっとその低速走行時シフトショックが出るあたりであるとか、ちょっとギクシャクする系のことを言ってたじゃないですか。それがね、少しきつくなってる感じなんですよ。それがちょっと気になるところ。やっぱね、ブレーキ今もグッてちょっと自分の顔が、あの頭がちょっと動くような感触はやっぱあります。要は100万円高いのでね、通常のモデルよりも。だからその100万円の価値はどうなのっていうあたりを、なんだか見定めながら、今試乗しておりますけど、ああ、今みたいなところ、面白い動きするな。やっぱ、減衰力が、ちょっと下げられてるんだろうな。ほら、なんかね、思い通りに減速しない。踏めば止まるんですよ、当然ながら。でも踏めば止まるんですけど、その時に踏んだ時にクンって効いちゃうのがわかるから踏みたくないんですよ。でも踏まないと止まんないしみたいな、なんかそのね、ジレンマ。ほら、今もグンってなんか。まあ、あとは 1.7 トンの車両重量はありますけれども、あの、力弱いみたいな、そんなね、微塵もないです。それは一切気にしなくていいです。1.7 トンでも十分すぎるぐらい、
うん、走れます、加速します。それはね、本当逆にね、トルクが出すぎなぐらい。さあ、じゃあちょっとスポーツモードにして、さあ行きましょう。3、2、1、5。おー、激しい、すげえ、フルブースト、バッテリーもモーターもフルフル、激しい。四輪駆動の方が段違いに激しい。トラクションロスが全くないんだ。二輪駆動の時にはここまでグンってかかんなかった。今ね、かなり激しかったです。予想以上に激しい。激しいんですけど、全然不安定にならないです。まあ、このあたりが、まあ、四輪駆動の真骨頂ですよね、ある意味。予想超えです、予想超え。完全予想超え、今のは。こんな激しいんだ。やっぱ、200ニュートンオーバーのモーターってすごいっすね。まあ今、それがフル発揮される、フルフルで発揮される、ごくごく低速からのアクセルベタ踏みじゃないですか。しかも上り坂じゃないですか。要は、負荷が高いじゃないですか。だからそういう環境、モーターさんは大好きなので、今ほんとすごかったな。これほんとね、同じディーゼルでもこの感じは出てないんですよ。この間、同じ場面でもやりましたけれども。ほら、やっぱ旋回もすげー安定してるじゃん。ちょっと後でもまた試しますけれども、ぐらつき感とかもほんとないですね。ぐらつき感ないないない。ちょっと面白いやり方でぐらつき感は抑えてると思います。ちょっと後でもう少しスピードを出した環境で、うん、確認はしてみます。で、あと分かるところで言うと、直進安定性は、ノーマルの C220D のステーションワゴンでも十分すぎるほどあったので、で、あの時僕が言っていたのは、これだけの安定感があって、で、足回りがそれでいて柔らかくて、それだったら乗り心地もっと良くてもいいんじゃないのっていうようなことは言ってましたけど、同じようなちょっと感触だな。なんかね、バネ下重量がちょっと重たい感触もあるんですよ。この18インチホイールとタイヤ含めて。それのちょっとドタバタ系な感じもちょっと感じるところです。でも直安はめちゃくちゃ高い。ブレようがないと思います。やっぱりそのアクセルを踏んでない時も含めてですけども、リアだけじゃなくてフロントタイヤにも、要は減速もしくは加速の、要はトルクがかかってるじゃないですか。その分やっぱね、フロントタイヤの方向性もなんか出るような感触があって、すっごいハンドルは落ち着いております。ちょっと運転支援も試していきましょう。あ、ここ怖いな。あ、でもちゃんと減速してくれた。お、すげえ。おー、すげえ、ハンドルもすげえ。今ね、ここの今カーブすげえ、ほぼ自動ちゃんです。うん、ギューって減速してくれて、あれだけのカーブをすごい、今びっくりするぐらい半自動運転の世界です、完全今。なるほど。やっぱこういう欧州とかにもありがちな交通環境になると、すごい生き生き動くな、この運転支援。でもさっきのね、渋滞だとね、あんまり好きじゃない感じだったんですよね、動きが。でもこういう高速巡航時の静かさとかは、うん、あります、あります。まあ、このあたりは 220D のステーションワゴンと同一レベルですけれども、うん、この環境はいいんじゃないですかね。しかも、あのステーションワゴンの時よりも、めちゃくちゃやっぱ四輪駆動の効果で、ほんと直安があるので、直進安定性があるので、まあ、それで考えると、長距離移動はさらに楽って捉えてください。で、ストローク量も豊富で、そんな突き上げとかも、やっぱステーションワゴンより少ない感じはするな。そういう快適性も持っております。渋滞のちょっと運転支援も確認していきましょう。今みたいなずーっとこの減速とかも全部車任せでやっておりますので、今この辺りのずっと動いてる段階での調整、ここはやっぱね、やっぱ目線がちょっと近いな。さっきも実は渋滞撮影してない時に入ってたんですけど、目線がちょっと近いなっていう感触が、うん、あるのと、ブレーキがキュンって効いちゃう感じがあるのと、もうちょっと出てくるかな、場面が。で、まあ今渋滞中で、まあそう、まあ結構ストップ&ゴーを繰り返してるんですけど、やっぱりね、
ちょっとそういう場面が苦手ですかね。まあ、止まるときはブレーキのタッチが、ドライバーが操作しててもそうなんですけど、車が操作してもやっぱね、センシティブなんだと思います。で、こっから走り出しに対しても、ちょっと突然ね、今アイドルストップしてます。ここでエンジンかかって、ほら、この首が揺れるじゃないですか。この感覚、自分で運転してる時で言うと、で、ブレーキがまたキュッてかかるじゃないですか。なんかね、これが続くんですよ。運転支援。で、要は自分としては、ほぼ操作してない状態で、ただ車に乗ってますっていう状態じゃないですか。これ運転してもらってんのとある意味一緒の感覚じゃないですか。その乗らしてもらってるような感覚の時に、まあタクシーの話いつもしちゃって申し訳ないかもしれない。そういう全てのタクシーの運転手の方なんかそうじゃないですけど、なんかタクシーの運転手さんでもなんかラフな操作されるとなんかギクシャクして嫌だみたいな、嫌になっちゃう時あるじゃないですか。その感覚にすんげー近いんですよ。ちょっとそれはね、思うところですね。まあなので、ちょっとこういう渋滞での運転支援を使う時には、ちょっとこういうギクシャクが少し気になるよっていうのは、踏まえておいてもいいのかなと。だからそれを求めると、やっぱね、ガソリンの方がこのあたりはデリケートです。あのスマートに行きますけど、ガソリンは四輪駆動がないじゃないですか。だからそこが悩みどこですよね。じゃあちょっとさらに行きましょう。さあ、気になる旋回特性も見ていきましょう。今コンフォートモードのまんまですけども、あー、かなりハンドルが、なんて言うんでしょう、重くなるっていう言い方なのかな。疑似的にものすごくずしっとした手応えをもたらします。で、それによってですね、何が起きるかというと、ハンドルをラフに操作しなくなるというか、できなくなる。ここでギュッて曲がったら、そのなんて言うんでしょう、ぐらつくだろうなっていう、そのギュッていうハンドル操作をさせないかのようなハンドルの重さの調整なんですよ。へえ、これをコンフォートモードでもやるんだ。あの、電動パーステが登場した時に、これがやっぱできるのが魅力だっていうのはもう分かってたんですけども、要は柔らかい足を結果としては使いこなせるんですよ、自然と。要はドライバーが運転が上手くなったかのようなハンドル操作を促せるのが電動パワーステアリングの、まあ、魅力でもあり。でもこういう風に実際振ってみると、ちょっと柔らかい感触。振ってみると。でも、これがだから、今わざとこの直線で振ってるじゃないですか。でもそういった限りで言うと、ちゃんと足は動いてる感じ。しなやかな感じ。でも、例えば、また旋回来ますけれども、要は横 G が入った時にハンドルがかなり重くなるんですね。ちょっと行きますよ、もう一回。ここで旋回しまーすって。ほら、ここですっごいズシッとします、ハンドルが。だから、この状態だと、さっきみたいに気軽にグイグイ切れないような感触になるんですよ。そこがちょっと特徴的かもしれないですね。でも、そうだな、やっぱり勘違いじゃないんだな。乗り心地面で言うと、肉の方が良かった。なんだろう、これ。やっぱりフロントに、その駆動っていう余分なものっていう言い方はしないですけども、やっぱりそういう別のさらなるものが積まれてるじゃないですか。で、それが駆動してるじゃないですか。その分なんかね、そこで抵抗になるような感じで、なんかやっぱ重量対応もしないといけないじゃないですか。足もちょっと硬くはなるじゃないですか。で、もともとステーションワゴンって言った時に、ステーションワゴンでもちょっとコツコツ来るよ、ファミリーユースだともしかしたら乗り心地気になるかもよっていうのは僕言ってたじゃないですか。それで言うと、実はこれも一緒じゃないですか。オールテレインもある意味荷物満載でしっかりと走れるように、安全性もって言って、さらにこれは車高も上げているので、なのでよりなんて言うんでしょうね、そのバネレートとしては全般的に硬くなって当然な話で、で、それを少しでも硬く感じさせないようにって言ったら、減衰力をちょっとでも弱めるしかなくて、今なんかそういうような味付けなんですよ。だから減衰力自身はそこまで高くないんだけど、メインスプリングとしては硬いですみたいな、なんか今そういうバランス。意外と突き上げそのものは緩和してくれてるんですけども、
大きめのそのメインスプリングが乗り心地に影響しそうな、これ細かい話になっちゃうな。あの減衰力が影響するようなデコボコと、メインスプリングが硬いことで生じる乗り心地への影響のそのデコボコの種類ってちょっと違うんですよ。でメインスプリングが影響するのって、要はメインスプリングは、なんでこういう話をオールテレインでやるかな。もうメインスプリングっていうのは基本的にはストローク規制なんですよ。ストロークの総量規制なんですね。いくらダンパーを硬くしてもストローク量っていうのは絶対的にもうコントロールはできないんですよ。時間稼ぎだから、単なる減衰力は。なのでその減衰力を高めていった時に何が起きるかっていうと、細かいこういうちょこっとした段差とかに対してコツコツ感が出やすいっていうのは、これ減衰力なんですよ。でも今あんま出てないんですよ、そのコツコツが。じゃあメインスプリングを硬くした時にどういう影響が出るのっていうと、メインスプリングが影響するのはそのストロークに対して影響してくるぐらいの大きいうねり路面とかをグッっていった時とか、そういったところで内臓に響きそうな乗り心地があるとか、そういったところなんですよね。一概にこっちの方が乗り心地がとは言えないんですけども、総合的に踏まえた時に、走行シーンから考えるとステーションワゴンの方が硬いっていう印象を抱く方が多いかもしれないですね。要はステーションワゴンの方が日常のマンホールのつなぎ目とか、そういったところの方が多いじゃないですか。コツコツ感っていうのが、まあどん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 入ってきやすいですよね。こっちは減衰力をちょっと下げてるような感じで、でしなやかに、でその分だから減衰力下げてるとメインスプリングを固めてても、その動くスピードは速いじゃないですか。メインスプリングは総量規制でしかないので、早く動いちゃうとこれグニャグニャってグラグラっていう動きにつながっちゃうので、メインスプリングをいくら固くしても減衰力を落としちゃってるので、だからそれを規制しようと思ったらハンドルをラフに切ってほしくないので、ハンドルあれだけ固くするんですよ、重たくするんですよ。ちょっとそういうバランスですね、これセットアップの仕方としては。車のなんでこんな細かい話にする、要は今僕がなんでこんな細かい話をしてるかって、すごく単純な話で言うと、ステーションワゴンも荷物詰めます、オールテレインも荷物詰めます、でアクティブな場面も行きます、それで四輪駆動にしようかなって思うんだけども、まあでもそこまで除雪機能も最近すごいし、四輪駆動じゃなくても肉でもいいかなって思ってるんです、みたいなところに対しての、まあ都心部のユーザーですよね。雪国の方々はもうそんな選択肢の余裕はなしで、もう四輪駆動のオールテレイン選んだ方がいいんですけれども、最低地上高もありますし、そういう観点で言った時に、まあ都心部の方がアクティブに使おうって思った時の一つの選択肢として四輪駆動がいいのか、まあステーションワゴンがいいのかって言った時の価値判断として、乗り心地の質っていうのを考えると、オールテレインってことだ。だって都心部の方がマンホールとかつなぎ目多いじゃないですか。まあでも路面は荒れてないか、そこまで。難しいですね。角のある細かい、コツコツ、もう今もね、こういう路面全部そうなんですけど、前日乗ったステーションワゴンよりコツコツ来てない。あとこれタイヤサイズも影響してると思いますね。で、タイヤサイズはもう最初にも言いましたけれども、同じ18インチなんですけども、扁平率が違うんですよ。AMG ラインで測れる18インチの方が扁平率が 5% 少ないので、リアタイヤで言えば245-4518なんですね、これ。AMG ラインって245の40なんで、40% なんで扁平率。やっぱタイヤ薄いので、だからよりね、マンホールのショックとかはやっぱ来やすいんですよ。まあそれは言えます。まあなのでそういったところも踏まえても選んでもいいのかな。でもすごいちょっとね難しいんですけど、もう一個迷わすことを言ってもいいですか。まず乗り心地の質の話をしたじゃないですか。でそれで言うとマンホールとかがたくさんあるところで言うと、こっちの方が減衰力低いし、タイヤも、高扁平なので、低扁平ではないので、こっちの方が吸収性はいいし、いいよっていうあたり。でも、うねり路面とか、もうストロークの絶対量が結構しちゃうような場面を走るっていうと、
あんま時間稼ぎができてないので減衰量が高くないのでストロークしやすいじゃないですか。ストロークしやすいんだけどもストローク量規制はどんどんかけてくるので、こちらはだからそれで言うと打ってきやすいっていう、だからこのうねり路面っていうシーンが多い方、そこをいいペースで走ろうなんて言ったらもう絶対こっちの方が乗り心地は内臓にきますっていう、まあそれはありますよね。でね、もう一つ乗り心地に影響する要素で言うと、ストップ&ゴーが多い環境の方は四駆じゃないと思う。快適性が全然違う。まあ、エンジン始動してからのスタートであるとかもそうですし、止まる時もそうですし、全般的に駆動抵抗がちょっと多い感触なんですよ。それが気になるところかな。肉の方がもっとスマートに車がスッと走り出し、スマートに止まりみたいな。だからこちらの方がちょっと駆動抵抗があって、その分スタートする時に若干ちょっとギクシャクしやすい。突然そのトルクがグッと出る感じであるとか、だからさっき渋滞ちょっと走ってたんですけど、渋滞の時に首がすっごい動く。僕途中で運転支援実は渋滞中使うのやめたんですよ。それは止まって走って、例えば今ここで仮でセットしますけど、で前の車止まるじゃないですか。でこの止まろうとした時のこのブレーキタッチもやっぱりちょっとねタッチが急激なんですけど、これで前が走るって言った時に、今ぐらいでも今でもやっぱねディーゼルでそもそも力が強くて、でそこにモーターもさらにあるんですけど、モーターはほとんど動いてなくて、こういった時はディーゼルだけで行ってるんですけども、でその時に四輪駆動ってやっぱブレーキがラフなんだな。あのブレーキタッチがね、やっぱ僕が運転していてもやっぱブレーキタッチがちょっとセンシティブなこれパッドだなって思うんですけれども、機械が運転してもそうなんだと思います。やっぱクンっていうねちょっと効いちゃうような感触はあります。四輪駆動にすると走行抵抗があるじゃないですか。だから走行抵抗があるっていうことは動き出しに対してなんかせき止めてるものがトンって動くような感触なんですよ。極端な話で言うと肉の方がせき止めてる抵抗値が少ないので、動き出そうとした時に低トルクからスーって動き出す感触だ。ここがね全然動き出しが違うんですよ、肉と四駆。ガソリンモデルだったらもっとデリケートなトルクの出方をするのでもっと快適に乗ってられると思うんですけども、ディーゼルだとねストップ&ゴーが多いとちょっとギクシャクするかもしれない。まあだからさっきももう渋滞中はもう自分で運転しました。自分で運転するとそのあたりアクセル踏んで待ってたりもするので、ほら今もあ2速に変わる時だ、これそこだ、2速に変わる時にギュッて出ちゃうんだ。でその時に一瞬見ましたけどモーターも一瞬動いてるんですよ。それをやめたらいいんじゃないのかな。まあ何にせよちょっとねギクシャクします。はい、ステーションワゴンでもギクシャクするってシフトショックとかの話言ってましたけど、それよりもこっちの方が四輪駆動の方がギクシャクする。滑らかでスマートな乗り味が好きなんだよねっていう方はちょっとこれ試乗を一回してみるのがいいかとは思います。でまあストロークは多くても先ほどお伝えした通りハンドルの重さも使ってあげて、うまくそれを旋回とかも帳尻合わせてくれてるので、僕はこの今車高が40ミリ上がって、まあその分ぐらつくんでしょって思ってるステーションワゴンオーナーの方、もしくはステーションワゴンと今どっちにしようかって100万の違いの価値はどうなんだとか、そういうの本当に今悩んでる方は、あのぐらつき感とかは一切考えなくていいと思います。この車両でもかなりいい感じに曲がってくれますので、そこはもう心配しなくていいかと思います。だから選択の分かれ目は、シンプルに言うとギクシャク感と乗り心地どう考えますか、あなたはどういう走行環境いつも走りますか、で乗り心地は考えてください。ギクシャク感はもうそこに繊細な方はギクシャク感を避けて肉を選んだ方がいいんじゃないのかなっていう気持ちにもなります。ということで、まあ、今回はですね C クラスのステーションワゴンオールテレインですね、220D2 リッターのディーゼルの四輪駆動車を乗ってきましたけれども、またなんかこういう車やってもらいたいとかそういうのもありましたら、どんどんあのコメントと要望をいただければ、ボスがどんどんどういったコメントがあったから今度この車やりますとか、そういうの全部コントロールしてますので、どしどしと要望をいただければなと思います。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。イカラフォ。
ゴミちゃんだったら買うのかって。最近なんかこれ癖になってきたな。ゴミちゃんだったら欲しいですか？僕はね、ギクシャクする動きって嫌いなんですよ。逆に言えばギクシャクしない。だから EV がものすごい気に入ってんのもあるんですよ。だからもうあのスタートとかのギクシャクで運転支援を使いたいっていうのって僕にとっては結構渋滞中とか流れが悪い時じゃないですか。その渋滞中にあのギクシャクするっていうのは僕の中ではもうね、ちょっとダメなんですよ。だからそれで言うとゴミちゃんは欲しいですかって、いや僕は今回ちょっと遠慮しときますっていう。サイズは大きくなってしまうかもしれないけども、オールテレインでこれで行くんであれば、そうだな、僕は GLC とかの方を考えちゃうかなとか、そういう価値観になってしまうかもしれないですね。セダンユースとかステーションワゴンベースでこういったなんか仕上げられてる、要は SUV じゃなくてこちらを選ぶっていう話じゃないですか。それで言ったらね、もっとブレーキのタッチもそうなんですけど、上質であるべきだって僕は思うタッチなので、ちょっと動きに癖がありますね。ちょっとラフな感触、グイッっていうなんか唐突な動きが出やすい感触がちょっとあるので、ないかなーっていう感触です。でもまあ今まさに僕がそうですけれども、都心部に住まわれてる方で、いや駐車場の関係で SUV 持てねえんだよ、でも四駆が欲しいんだよ、四駆が必要なんだよってなったらこれですよね。これになっちゃうと思いますっていう、ちょっと煮え切らない答えですいません。まあだからそういうちょっとギクシャク感が少しあるって、低速走行時、ごくごく低速走行時あるって踏まえていただくといいのではないかなと思います。